池田三中は稲葉鳥取藩の初代藩主。鳥取藩池田家、宗家三代。陽名は勝五郎。徳川家康の外彦であり、別姓は松平氏。寛永7年6月18日、岡山藩主、池田忠夫の長男として、岡山藩江戸藩邸で生まれる。母は徳島藩主、八塚イタル人の娘、美穂姫。藩影九年父、忠雄が死去し、 わずか三歳で家督を継ぐこととなった。幼少のため、山陽道の幼所備前岡山を治めがたいとされたが、徳川家康の外創尊ということもあり、海域とはならず、三中は稲葉、宝器を有する鳥取藩三十二万国に、いとこで鳥取藩主となっていた池田三政が備前岡山藩三十一万五千国へ国替となった。この際に、叔父の池田照済、 てるおき、さらに三つまが、後見人として当てられた。幼少のために、江戸藩邸に在住し、両国経営は、荒押しを筆頭とする家老を中心とした側近に、委ねられた。三つ中が、両国に初入国したのは、慶安元年、藩主となって十六年を経てからである。寛永十五年、江戸城にて、第三代将軍、徳川家光の前で元服し、変記を受け、 三中と名乗った。寛永十七年、山崎藩でお家騒動が勃発し、山崎池岳は海域となり、三中の後見人となっていた王子、照住が、領内六夜に一万国の官人領にて預かりとなった。昭法二年幕府の圧戦で、紀州藩主、徳川頼信のの長女、茶茶姫と結婚した。以後、鳥取池岳と紀州徳川家との隕石関係が継続した。 初入国以後は、両国経営に心血を注いだ。慶安元年12月、幕府に、東照宮官人を出願し、慶安3年鳥取東照宮が完成した。上皇元年には、藩の実力者で、与那子城代、筆頭家老の荒尾整理に、赤門十四条を突きつけて罷免し、藩主の権力を強化した。上京2年長男、綱清氏に家督を譲り隠居した。 しかしなお反政への情熱は衰えず、綱、清を貢献した。同年、次男、生き守る中住に、日田に万五千国を分与し、鹿奴藩が成立した。元禄六年七月七日、農卒中のため鳥取城にて死去した。去年六十四、稲葉国宝美軍、奥谷村に埋葬され、以後ここが鳥取藩主池家墓所となった。法号は、院 春王吉武大古寺。没翌年の元禄七年に、大幕衆の竜峰山光前寺が、池田屋菩提寺となった。ありがとうございます。